今週も始まりましたモジャリポートでーす。秋真っ只中、ふーという中、今回は客演リポートパート2。今回はですね、パンジャーボンバーズに初めて出演の宮田誠司さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、宮田誠司さん、はい、僕らは誠ちゃんとかね、そうですね、誠司さんとかね、はい、いろんな呼び方をしてるんですけども、はい、スマイルバケーションさん、劇団スマイルバケーションさんの、そうです、所属になります。 ね、はい、でほんで驚きなのが、はい、今回のこの出演でね、はい、こう稽古場に来ていただいて、はい、僕ら全員が初対面ということだったんですよね。そうですね、はい、うん、どうでした、正直いきなりオファー しちゃったわけですけど、僕たちが、はいはいね、はい、どんな心境でした。いや、無ですね。無無ですか。一言で言うと無、何も考えずに、はい、うん、そうですね。でも OK していただけた。 OK、 はい、します。 OK で、 OK、 こちらからよろしくお願いします。ああ、よろしくお願いします。本当にありがたいと思います、はい、その本当にね、あのせいちゃんが受けてくれたおかげで、はい、いいお芝居に仕上がるというか、受けてくれて初めてできるお芝居ですからね、はい、ありがとうございます、あのもともと多分パンジャーボンバーズ、うん、本当にあの特にこれといって友人関係とかでもなかったので、はい、あまりもう見に来たりとかも一回もないとは思うんですけども、そうですね、はい、ね、存在知ってました。いや、うん、知ってました。存在は存在は知ってました、知ってました。本当に存在は知っていたけど、どういうとこなのかなっていうところへ。そうですね、ね、そうですね。でもなぜパンジャーボンバーズというのか、うん、はいはいはい、それってもう知ってるんだっけ。あのパンフレットで見させて。ああ、なるほど、そうか、そうか、そうです、そうか、はい、いやもう本当にかれこれ1ヶ月以上僕らとちょっと稽古を ね、はい、あの共にしてくださってるわけですけど、どうですか来てみて。いや、もう楽しい現場で、楽しい稽古で、楽しい、もう皆さん個性豊かで、はい、あれは個性豊かで、変な個性を出して、いやもうこれがね、どういう個性がね、あのせいちゃんから発揮されるのか、これ本当見ものですから、これをあの見にお客さんね来ていただきたいなとも思うわけですけども。あ、そうですね、はい、だからあのね、今回本当初対面だったから、はい、いろいろこのせいちゃんのことをこの機会に聞いてみたいんですけども、はい、あ、はい、やっぱりあの、はい、役者として聞いてみたいのが、はい、あの誰か例えば憧れの役者がいたりとか、はい、そういうことありますか。はい、あの、そうですね、僕仁義なき戦いを見て育ったので。人気者まさかの、はい、菅原文太大先生は、おお、おお、神の神の息ですね。今もあの軽トラの CM 出てるんです。はい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 、実際ああいう、まあ失礼なんじゃないかなと思って、ああいう軽トラの CM 出しちゃうのは、はいはいはい、個人的にですけども、うん、失礼じゃないかなって。でも受けちゃってるのかなっていう。まあね、かつてトラック野郎やってたわけだから、だいぶ小さいトラックになっちゃったなっていう。そうそうそう、うん、トラック野郎からするとちょっとちっちゃくなっちゃったけど、そうですね、っていう。でも見れて、あ、そうですか、はい、そうですね、人気も、僕もね大好きだった。あ、本当ですか、うん、はいはい、菅原文太もね、仁義なき戦いも見てたし、はい、もちろんあの相川翔、竹内力、はい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 、どうかのあの世代の V シネも結構見てたぐらい一時期ハマってたんで、はいはい、そうですね、はい、ね、じゃあ今までヤクザ役とかそういうのやったことあるんですか。ないですね。あ、ない。これやってみたいでしょ。そうです、ぜひぜひ角刈りにしてみたいな、ね、おお意外な硬派な。そう、意外と、はい、昔の何でも言われればやっちゃうんで。へえ、もしかしてその役者やろうっていうきっかけなんかも、はい、もしかして そっちだったりするの。いや、それは違うの。そこがちょっと今ふわっとしてますよね。あ、まあね、なぜ役者をやってるのかと聞かれたらちょっとふわっとしちゃう、ね、ふわっとしちゃう、ふわっと、いろいろまああるんですけども、うん、まあ、はい、ふわっとしちゃって、はい、まあ結果芝居が好きだから、はい、そうですね、ということですね。そうです、はい、はい、そうです。そうか、そうなんです。ではさ、あの、はい、例えばこう今までいろんなお芝居やってきてて、はい、スマイルバケーションさんはコメディチックなのが多いんだっけ。そうですね、コメディチックどちらかというと、はい、どちらかというと、うん、コメディな感じですかね。この例えばいっぺんこういうのやってみたいんだとか、こういう系統のやってみたいんだとかいう、そういう希望とか。ああ、いっぺんやってみたいなと思うのは、うん、どうなのか分かんないですけど、うん、
ダンスではなく、うん、セリフ全くなしの動き芝居というか、なるほど、体のみっていう、無声というか、そのセリフなしの、そうですね、まあ、まあ、しゃべってもいいとは思うんですけど、どこまでいかにその雰囲気だったり、自分の身体で、ああなるほどなるほど、そういうのはちょっと興味があるかなっていう。すごいですね、その表現のみで。無理だと思うんですけどね。いや無理と言ってしまえば無理だけどさ、はい、まあまあ、いずれね、こうチャレンジしたいものなのかな。そうですね、なんかそういうのはちょっと、はあ、なるほどね、はい、ちなみにこの何か突然ね、あのプライベートの話になるけど、はい、何かこう好きな趣味とかってあるんですか。趣味ですか。それがもうすごく難しい質問なんですけれども。難しいよね、趣味って。私趣味持ってません。無趣味ですか。無趣味、そうですね、うん、あのね、睡眠ですかね、趣味。あ、ルカは楓のような。そうですよね、うん、寝たいです。あ、とにかく寝たい。常に、ね、ちょっと寝たい。寝不足がち。いや、いっぱい寝てるんですけど、あ、きっと、うん、あ、もっとむさぼりたい。もっと寝てたいっていう。なるほど。そうです。時間に追われたくない。はいはいはい。あ、なんかちょっと自由人系だな。さては、さてはちょっと自由人系だな。いや、まあ、大丈夫。できればちょっと放浪の旅とかしてみたい系じゃない？そうですね。ね、してみたいですね。なんかね。はい。いやー、そうか、なるほど、なかなかこう雲のような男で、雲の獣座のような男ですね。じゃあ今回ね、はい、クリスマス大作戦ですけども、はい、まあ、このネタバレになっちゃうのでね、あの内容等々はちょっと、うん、あの言えないんだけど、はい、意気込みだけせめてちょっとね、ここで皆様へこうね、そうですね、こういうところを見に来てみたいな、こう意気込みをお願いしていいですか、はい、一言でいいですか。あ、いいですよ、はい、ちょっと大きい声で、はい、頑張りません、頑張ってくれませんということで、頑張らないせいちゃんがどういう芝居をね見せてくれるのか、皆さんこれこれも見ものですからね、ぜひお越しくださいということで、お願いします、お願いします。今回のゲスト、宮田誠司さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。